狼殿、では
エマ殿、あれは一体何なのです？落ち水、そう呼ばれています。あれがアシナの秘策だというのですか？はい、飲んだ者は生中には死なぬ、いえ、死ねぬようになります。そして落ち水もまた。その源は流因にあるというのだな。はい、エマ殿、私には流因が尊いものだととても思えぬ。おじい様のご様子はどうだ？一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび破れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り流因を我が手にはできぬ。
主を変えるつもりはないか。ザレ言を。ザレ言だと。このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ、従えてみせる。Thank you.
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流飲の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、竜陰は、人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、流飲の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。できません。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため、幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か、三度か、あるいは数え切れぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば、幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ぎょい。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。
狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし宣教とは一体。うん、狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の竜院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城にはタケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め集められたものだろう。私はそちらを探ってみよう。戦況への行き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は、屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼煙を使うとか。ああ、夜鷹の狼煙をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか。のう、赤色よ。あなたは
して、そのお主が何を知りたい？巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは？虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに？先方寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。たどり着く手立ては？アシナの城の外れにある捨て楼、その奥の水路を抜ければ行き着くじゃろう。これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうと？刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体？それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。不思議りは先方寺にあると聞く。ただ不思議りはぬせあそ。行くか、赤炉。不死立ち、それもまた戦よ。そして戦では関わる者の願いやら企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ、戦に敗れる。そうじゃ、肝に銘じておくがいい、赤炉よ。迷えば敗れるぞ。